思いのほかねいやまあほんませんけどねいや違うんですよ、あのもう漫画にするわ、もう本当あのいや違うんです、まあ実はね私この秋ちょっとね体調を実は崩してたんです。いやそうなんですよ、見えへんでしょ、うん、そうなんですよ。ほんでねそのね体調何崩してた言うたらちょっとねまあ血球ってありません、血の玉あれがね人よりも3分の1もないという結果になりまして、それってどうなるかっていうとね、皆さん覚えて帰ってください、立てへん、歩けへん、食べれへん、吐き気を起こす、もうそんな状態になるんですよ、何にもやる気がなくすんです。でこれはやばいなと思ってお兄ちゃんお兄ちゃんいやこれおかしいなと思って、でもうちょっとねたまらんと病院に行ったんですよ。もうほんまにこんな感じ、死にかけですやん、たまんざやないみんた、私のこったい、おお、いやいや、もうちょっとあのあれちゃいます、あのほら拍手してる場合ちゃうな、拍手してる場合ちゃうと、そうあまあまあ確かにね、うん、それ拍手してる場合ちゃうかもしれないですけど、うん、ねほなあれですよ、やっぱねこういろいろね京都に住んでますけどね、はい、やっぱ方言とかいろいろあるわけじゃないですか、ありますね、はい、方言とかいろいろありますね、いろいろありますよ、なんか前どっか住んではったんでしょ、ちょっとそうです、あのちょっとだけね、はい、広島におりましたね、お広島に、はい、広島の方言ってどんなんなんですか、広島はねあのジャケとかねジャガとか言ってご存知ですか、あなんか聞いたことありますね、ジャケとかジャガとかね、そうそう、はいはいはい、ただね最後に必ずね、うん、言葉にもみじまんじゅうってつけられる、広島の人怒られますよそれいやいや、あ全部の後につけるわけないでしょ、そんな、いやほな喋ったのか、広島弁を、じゃあぜひお願いします、はい、ちょどっかの訛りおかしいな今なんか訛り、うん、晩ご飯広島焼きジャケ、まあ言いますねジャケ言うてね、はい、カープも買ったけの、うん、もみじまんじゅうで乾杯じゃん、ごめんなさい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、乾杯おかしいわ、乾杯何で乾杯って、もみじまんじゅうで乾杯じゃん、おかしいでしょそれ、広島の人だから怒ってきますよそれ、そんなもんね、そうなんだか知らなきゃそんな冷めた目で言われますはい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 、はい、例えばね、あの私小さい時からナスが好きですっていう言葉があるんです、ほうほうほう、はい、ほんなそれを鹿児島弁で言うとどうなるんですか、はい、あたいちんけとからわっせーナスがすいちょっとあのごめんなさい、例文より長なってますね、半分言うといて長なってますね、まあ、すごい慣れ親しんだ方言で言うた方がいい、関西弁でね、ちゃっちゃっちゃっと言った方がかっこいい、あ喧嘩はね、それは慣れ親しんだ方がええと、そう、うんうんうん、ここで喧嘩のサンプルを一つ、サンプルを、おお怖い俺は豚え、僕ですよね、もちろん僕ですよね、目は小さいし、名前から持っとったけど、鼻も低いやんか、自分体もでかいし、誰や確かに言うたよ、いや声が聞こえた、ねね、なんか聞こえました、そうちょっと、うんうん、言うてもね、もうちょっとまあ、もう言うけど、豚汁も出てるけれども、豚汁もはい、ほんまに思うねん、ようこの格好で外歩けるな、ほんでなんと笑いいや、ほんま恥ずかしないんかな、ほんで、いや、ごめんなさい、あのちょ、女できるとか思って勘違いしてへん、いや、ちょっと待ってください、ちょっと金髪で、いや、ごめんなさい、あのサンプル言うてもね、ちょっと気悪いですわ、ちょっと言われすぎていや、ほんでね、お客さんも笑ってるから俺後で泣くで、これ芸人でも、なんも芸人でも泣きますよ、僕そんなんかくせにやった、思ってるくせに、いや、もうだから言い過ぎですわ、それ、そんなもん、いやいや、せやけど、まあ、うん、まあ、ほらほんなんね、芝居の時とかやっぱ標準語の方がいいじゃないですか、そうやねん、どこでいきなりテンション上がんねんじゃあ、あのね、何やねん芝居はね、やっぱりね、はい、標準語プラス江戸弁、江戸弁って今言うか知らんけど、江戸弁、これね、あ標準語にちょっと江戸弁入った方がいいと、そうあのね、江戸弁かっこええと、今言おう思って、あーごめんなさい、あの説明遅いんかな思って僕先に出してまいりましたわ、ごめんなさい、あんたが江戸瓶で言うか、江戸瓶言うてる江戸瓶言うてるもうとい、いや、せやけど、じゃあせやけどね、ほんまにね、もうその標準語で言うた方が江戸弁と混ぜて言うた方がほんまお芝居かっこいい、お芝居はね、そっちの方がかっこいい、あ、ほんなぜひお願いします、もう一個サンプル、シガレット恋がな酒のあだおしがねえ恋ですわと、バットで殴られ伸びたの、どう取り留めてかきさらずの、めくる暦は見通せ越し、慣れた時代のアパートで、キークルったんちゃいますよ、死んだと思った勇敢まだ、まさか残髪姿でいようた、
キリスト様でも気がつくめ。あーめん。何の時間やったんすかね、これ。何の時間やったんすかね。俺のこと嫌いな人思ったから。本当にね、もう。はい、名古屋弁で、はい、どうぞ。あんなえも。あ、えも言う。と取り留めてかきさらずだぎゃおみゃーさおみゃーさ言うてんね。もうなんかそのおみゃーさとかだぎゃーとか、うん、なんかもう芝居にならへんよね。お、え、名古屋弁やったらそれは高いんやないですか。いやまあでもいいんですもん。それでなんでなんですか。うん、終わりは名古屋って。まあもう今日ワンマンショーです。ワンマンショーですからね。ブレーコーですから。あ、そうですか。みんな成功すると思うなよ。すごい、なんか声が大にして漏れてましたけどね。だって声大で漏れてましたけどね。あ、そう、気のせい気のせい。あのね、はい、もうあの設定崩れてくるわね、お客さんでもね。いやいや、もうほんまそうなんですよ。いやもうね、じゃあまあとりあえず、ね、乾杯しましょうか。乾杯、ね、はい、乾杯してから自己紹介いうことで。あ、そうですね。はい、じゃあ乾杯で。僕これごとですか、え、グラスあるの、あのこれグラスに入れてください。普通グラスに、いや無理じゃないですよ。グラスに入れるのぐらいできるでしょ。いやほんまのアホやな。もうちょっと上げてビーンって言われる。こんな感じですか。いや違います、違います。あの、そういうことじゃなくて中を入れてっていうことです。あ、うん、飲まないですよ。じゃあもう飲まないです、はい、入れた手でね、手とか今変の、はい、そういうことね。ほんまの先やからね、これ、ね、ほんま。じゃあ乾杯。はい、じゃあ乾杯でございます。お気に。はい、じゃあまあ、あの自己紹介の方。あ、自己紹介ね。まあ、あのスナック、あやみのパパをしております。パパ、ちょっとごめんなさいね、何言いました、何言ってました。ちょっとごめんなさいね、あのごめんなさい、これ台本にもないんです。ほんまにパパ言い張ったんですよ。びっくりした、こっち。ママね、設定変わるからやめて。ママね、スナックあやみのママね、パパ言いましたよね。パパがおるからパパ。パパいっぱいいますけど。ママね。ママですよね。でもまあママです。ママですよ。もう改めまして。ママですよね。はいはいはい。スナックあやみのママのあやみです。豚汁どんどん出てくるわ。ちょっとブーンって匂う。いやいや、もう。こっちばっか焦ってまうわ、もう。いやほんまに私もタイガース。ママでね、もうよろしくお願いします。そうなんです。いやもうね、なんでこの店、ここに建てようと思ったんですか。いや、まあね、ちょっとあの、うん、いろいろね、あの、お勉強もさせてもらったんですけど、はいはいはい、やっぱり縁もゆかりもないね、この重曹にね、うん、お店を出させてもらおうかなと。うん、せやけど、お客さんが誰も来られへんのです、ね。うん、縁もゆかりもないからでしょうね。普通知り合いがおるとことかに出すんですよ。縁もゆかりもないとこ出しちゃダメですよ。豚に言われてないわ。嘘やん、そんなこと言われます。さっきからなんか帰ってくれる。いや帰ってくれるってさっきからね、ほんま失礼なんですよ。いやいやほんまに、いやいや、ほらなんか床沈むも言うてるやん。いや床沈むとかじゃなくて、僕お客さんですよ、さっきから言うてますけど。いやいや、もうほんまにありがとうございました。もういやありがとうございます。お会計でーす。お会計。まだ飲んでないですやん。え、もうお会計200万になります。いや高すぎるわ。二度と来るかこんな店。トークであやみんの半生を振り返ると、おお、誰突っ込んでくれ、突っ込んでくれ、誰か純生ちゃんかい、純生ちゃん、純生という声が出ましたね。おもろないぞ。ありがとう。何を、ハッピーバースデートゥユー、ハッピーバースデーリアあやみん、頑張ってまして、400人の中から一緒に選ばれたリリちゃんでございまして、リリちゃんありがとう、パパありがとう、ビューフォー、ありがとう、嬉しい、
んですけれども脇田隆法先生といいまして書道家でございます。NHK のですね、真田丸ありますねの関係者でいらっしゃいまして、大阪に石碑が真田丸ありまして、その字を方でいろいろ書道家としてもご活躍中でございます。私とはエロ友やね、エロ友です社長とはエロ友です。いやでも私と隆法出ようはずなく、社長が隆法と仲良くなられてという感じでございますね。はい、いやありがとうございます。どうしてもビッグバンを外せへんくって、最初もファンタスペインで社長に反対されたんですよね。ビッグバンうるさすぎると言われたんですけど、どうしてもビッグバンを外せなかったので、これは一番私が大好きな Always っていう曲で、未来に向かって虹の橋を渡っていこうよっていう内容の曲なんですね。もう私このビッグバンのリーダーの G ドラゴンの声聞いたら死んでしまうんです。いや名古屋にその何の話、ジオンを追っかけて行った時に、私実はジオンを見てシッシッうるさいって電車うるさい言うてやろ心の構えがあるから電車好きで言うてね、いやジオンを追っかけて名古屋に使ったってうるさいわかったち泣くとこやねんわ。じゃあジオンを追っかけて行きましょう。だから10日間ともですね、下空球と失神してしまいまして誰も助けていただけなかったという、そういう言われでございます。本当にビッグバンが大好きでも、連射だらけやん、しつこいね、もう誰がしつこいだけですよね。連射するとか言うねん言うてね。いやほんでね、私左側がいいから、いやほんでね、こうしとこまあ今日誕生日迎えさせていただくわけなんですけれども、社長から言われました。単独ライブをやって初めて芸人デビューになると。私3年間確かにそのザザの道頓堀でねライブとか出させていただいてるんです。今もこれからもそうなんです。これからそのザザでも大きなステージで立たせていただくことにもなっております。1月からで、ラジオも、よい来年からはちょっと本格始動いたしまして、皆さんにより、幅広く聞いていただけるような形をとっていきたいと思っております。でもちろんテレビの方にも考えておりますし、はい、でまあその誕生日で実は私48歳を迎えたわけなんですけれども、はい、まあ、このステージで、芸人デビューをさせていただいた初日、そして48歳を迎えさせていただいたこの今日、皆様と一緒に過ごさせていただけたこと、本当に本当に心の底から深く感謝申し上げます。水曜日で皆さん本当大変な夜のお時間でお休みになられたいことと思うんですけれども、この私のためにわざわざお金と時間をかけてご来場いただきまして、本当にありがとうございます。経歴なんですよ。ワインとか日本酒が大好きで、ワインソムリエ一発で合格されたという、あれワインソムリエって大体どのくらいかかるんだっけ、もしほんまに取ろうと思ったら。ほんまにっていうか、最低3年、周りからも一発で合格だやろって言われてるような資格を取られて、今日本酒のなんか、はい、なんかリゴロマ、はい、なんかそうなんです。本当すごい女性なんですよ。はい、朝バラの時から彼女をすごくずっと応援してくださってまして、はい、お兄ちゃんこの方がみなちゃんです。またお兄ちゃん紹介します。はい、ということで、いやありがとうみなちゃん、ごめんね、ありがとう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません。はい、そんなわけで何しゃべったか忘れたけど、いや本当にまた新しい一歩を今日から歩ませていただきたいと思います。本当に至らぬ私でございます。皆さんに甘えないと生きていけませんし、こうやって皆さんに支えて応援していただかないとやっていけない私です。今日も正直楽しんでいただけたかどうかはちょっと不安です。もしかしたらあーってもう二度と来るかって思ってはるかもしれへんし、もしかしたらいや、エミ頑張れ、またそんやったら来るでって思ってくれてる人もいらっしゃるかと思います。本当に
たばかりでございます。本当に本当に遠方のところ本当にありがとうございました。なったんやろ。何やろ。お母さんの握り返しで追い出して家でもほんまに滑りません。なんでとんでもなく滑るの。そうですね。そうですよね。はい、ちょっと付き合いといてますかね。お願いします。